ちのね取り付き方面に向かって歩いてます。で明日からクライミングです。山頂は雲の中です。あそこ越えたら、もうすぐで氷河です。なんとか氷河の取り付きまでやってきました。1時間ぐらいで抜けたいな。ちょうど、こっちの壁に光が遮られているのでまだ氷河には日が当たってませんが、ちゃちゃっと抜けたいですね。怖いんで。はい、ということでここからロープを出して登っていきます。最初はですね、傾斜の緩いところをつなげて登っていく計画を立ててたんですが、出だしから回り込めないということが分かって、いきなり滝を直登することになりました。今、氷が登ってます。氷河を登ってるとですね、何回か落石が上から落ちてきてね、ヒヤヒヤしました。最初に登ったラーマンゾムの方は岩が硬かったんで落石が少なかったんですけど、今回のシアコゾムの方はどちらかというと岩がボロボロで落石がよく落ちてくるという印象でした。で氷河の後半までやってくるとですね、こんな感じで結構ズタズタしてる感じでした。クレバスみたいになってるんですけど、これを縫うようにして登っていきます。日本の山ではこういった氷河を登る経験っていうのはあまりないので、登ってる最中も割と新鮮な感じがしました。氷河の上までなんとか、上がってきました。スロープになってる。こっちからあれは登んなくてもあっち負けそうやな。というのもですね、計画では右岸壁でこのスロープが見えなかったんですが、実際行くと回り込めるのが分かったので直登ではなくてこちらのスロープを使って登っていきました。いやー、なかなか最後複雑だったな。ぐちゃぐちゃして。それでですね、こちらのスロープを使って登っていくんですが、この隣の壁から結構落石がボロボロ落ちてくるような感じで、黒く落石が結構落ちてますね。流路はある程度決まってるんで、こっちに来ないこと分かってるんですが、それでも怖かったです。
はい、で2つ目の節電まで来まして、ここは区切りが良かったので今日はここまででテント張りました。一人休み来たいな明日寮生行くのは結構頑張らないけど、明日はあっちをさ浮上して、そっから今見えてないですけど滝を登って、行けるとこまで行きたいと思います。今日の夜ご飯がですね、じゃじゃん、マウンテンドラメラボ合体麻婆飯。これでちょっと薄いかな、今日は無風快晴です。頑張って行けるとこまで行きたいと思います。夜はですね結構ぐっすり眠れまして、この日はですね出発地点から雪壁を登り、上部岩壁を登ってこの右の雪稜に這い上がりました。最初に登ったラーマンゾムでかなり順応ができましたので、シアコゾムこの日2日目はですねかなり体に余裕を持って行動できました。はい、山自体は北面を向いてるんですが、この雪壁の部分はどちらかというと東面を向いてるので、雪壁はかなり日が当たるような感じでした。あー、ロープ大丈夫かな。標高を上げると徐々に傾斜も増してきます。で途中に取っていく視点はですね、雪の下に氷があるのでこれを削って、視点となるアイススクリューなどを埋め込んでいきます。で見てわかる通り雪はあんまり多くなくて、すぐ下が岩になってるんでなかなか全部スクリューが入り込まないという感じです。あれ右回り込んでた日か。うん、あと2ピッチぐらいかな。後半に来るとですね傾斜が徐々に強まってきました。でこの辺まで来ますと正面の岩壁がだいぶ近くなってきました。でこの岩壁にアイスがあるんですが、僕らが目星をつけてたのが一番左側にあるアイスですね。これが一番氷結が良さそうに見えたのでこれを登ろうというふうに計画してました。いや、降るの疲れる。さすが北壁だわ。かっち
チカチアイスやな。加工はアイスが使えそうだ。一番左？左。1、2、3。あったら真ん中そう。これ？うん、ああ。割れそうだなと思ってたから。やばい。多分もう石だ。落石だ。やばい。やべえ。あーめっちゃ来る。めっちゃ。うう。いやこの岩。あれはなしだ。流れる場所は変わった。はい、ということで気を取り直して登っていってます。割と雪崩とか落石の流路が決まってて後になってるんですね。そこを外して登っていけば、まあ比較的大丈夫だろうという感じで登っていってます。登る前に山を見てた時はですね、この滝の部分はせいぜい20メートルぐらいだろうなというふうに考えてたんですが、実際ここまで来ると思いのほかでかいということが分かりまして、このピッチは60メートルいっぱいいっぱい伸ばしましたので、滝自体は50メートルはあったと思います。ナイス、頑張っ。頑張登ってきたぜ。登ると結構面白い滝だった。いや長くね。長い。50あったよ。そうだね、50メートルだったね。いや俺も舐めてかかってたわ。来たね来たね。もうどこに泊まるか。なんか双眼鏡で見てた感じ、俺そのベルグラみたいなのちょちょっと上がる感じを想定したけど、だるそうだね。怖
これ上がったらどこ行くんだ。それ本来のルートは どこだ。本来のルートはあれ、本来タムさんベルグラなんだよね。嘘言ってたのは。嘘。なんかピナプルの右行くんじゃんって。なんかそのベルグラでかい、あ、そのピナプルのことかな。うん、ベルグラたせせ石壁登りだと思うんだよな。あとはあれのもう一個右が簡単なのかな。もう一個右のピナ、まあ、であれ抜けすぐ抜けられそうだけどね。まあね、抜けるやつ。降りてきました。